朝鮮人があの当時からですね、日本のことを罵ってると。これを、だから桜井がね、あの時にこう言った言葉というのは今でも覚えてますけれども、今のね、国民は韓国人の言ってることを知らないんだと。だから本来それ伝えるのがメディアなんですよね。メディアが伝えなきゃいけない。韓国人が日本のことを何と言ってるかと。でもそれを遮断してるわけですよ。だから日本人に伝わってこない。 もし韓国の言ってることがストレートに日本に伝われば、必ずね、今の状況は変わる。私、こう言ってるんですよ。こう言って10と6年ね、一貫して運動をやってきたら、一気に日本の世論が逆転したわけですね。うん、いやそれであの、パヨクはね、案の定ですけども、え返す言葉がなくなってですね、 え最後は、あの、何ですか、デシスト、差別主義者、これしか言わないですね。もうですからね、あのー、すべてのね、周り中すべてのものが敵なんですね。実際にその通りでしょうね。メディアも敵ならですね、まあ相手政治家も敵ですしね、うん、周り中全部ね、敵だけれども、自分の胸に手を当てて正しいことをやってるかどうかっていうことを考えたときに、 自分は絶対に間違っちゃいないんだというですね。ですからね、評価される、まあ評価されたくてやってるわけじゃないんですけども、評価されるのはね、桜井が死んでから何十年とか何百年経って初めて評価されるんでしょうけれどもね。でもそれがね、時代を切り開いていくものの務めだと私は思うんです。土台で、あんたその場でね、評価されるような人間は、 100%絶対に時代を切り開く人間じゃないんです。